オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬雄介です。フランス365のフランス最新ニュースの時間が参りました。2019年最初の回ということで、遅ればせながら皆様明けましておめでとうございます。本年も楽しんでお聞きいただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。さて、この番組ではアンサンブルアンフランセが運営するフランス365に掲載された最新ニュースの中から厳選した一件をお伝えしておりますが、本日はルーブル美術館2018年の入館者が1000万人を突破、過去最高2について日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。どうぞ最後までお聞きください。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それではここから、ルーブル美術館2018年の入館者が1000万人を突破、過去最高2についてご紹介いたします。5日土曜日、パリのセーヌ川沿いにあるルーブル美術館が、2018年の入館者数が前の年に比べて 25% 増のおよそ1020万人に達し、過去最高の入館者数を記録したと発表しました。世界で最も入館者数の多い美術館。ルーブル美術館はパリ1区にある国立美術館博物館で、1793年に開館しました。世界最大級の美術館で、ユネスコの世界遺産に、パリのセーヌ河岸として、セーヌ川やシテ島、ノートルダム大聖堂などとともに包括登録されています。展示スペースの総面積は6万600平方メートルを誇り、収蔵品の数は38万点以上、美術品の常設展示だけでも3万5000点以上あります。年間入館者数の平均がおよそ800万人と、世界で最も入館者数の多い美術館で、美術ファンだけではなく、世界中から訪れる多くの観光客を魅了し続けています。世界的に有名な美術品の数々。ルーブル美術館は、モナリザやミロのヴィーナス、サモトラ家のニケをはじめとする、世界的に有名な美術作品が数多く収蔵されていることでも有名です。美術館として史上初の1000万人超え。ルーブル美術館のジャン・リュック・マルティネス館長は4日、現地メディアに対して、2018年にルーブル美術館は美術館としては史上初となる年間入館者数が1000万人を突破したと発表しました。2018年の入館者数は、2017年の810万人を 25% 上回るおよそ1020万人に達し、過去最高のかつてない入館者数を記録しました。これまでの最高記録は、2012年に樹立した970万人でしたが、今回の記録で、過去最高が大幅に更新されました。また、2017年の美術館・博物館別入館者数の世界トップ3は、1位がルーブル美術館の810万人、2位が中国の中国国家博物館の800万人、3位がニューヨークのメトロポリタン美術館の730万人で、世界の名だたる美術館が肩を並べています。時代を映す入館者の移り変わり。
相次ぐテロの影響で入館者数は 30% 減。マルティネス館長によると、度重なるテロの影響により、ここ数年の入館者数は平年を 30% ほど下回っていましたが、パリの国際的な観光客誘致への取り組みや、2年前より行っていた工事によって、より多くの来場者を迎え入れられるようになったことが、入場者数回復の大きな理由だということです。台頭する中国人観光客。全入館者数のうち、およそ 75% が外国人観光客で、その中で最も多いのがアメリカ人で150万人。そして2番目に多いのが中国からの観光客で100万人となっています。5年前の段階では、中国人観光客は外国人入館者数の5番目にも入っていませんでしたが、ここ数年で急増してきています。多い学生の入館者数。また、フランス人入館者数およそ250万人のうち、およそ 22% にあたる56万5千人が学生で、この結果について、マルティネス館長は、テロの後、学校が閉鎖された影響で、ルーブルへ来る人が増えたのではないかと話をしています。黄色いベスト運動は影響せず。マルティネス館長によると、毎週末繰り広げられている黄色いベスト運動は、12月8日土曜日に閉館したことを除けば、ルーブル美術館の入館者数への影響は出ていないということです。では、ただいまご紹介した内容を、アンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方は、ホームページをご覧ください。それでは、お聞きください。Le Louvre. Record historique de 10 millions de visiteurs en 2018. Il a été annoncé samedi 5 que le musée du Louvre, situé le long de la Seine à Paris, avait enregistré en 2018 une hausse de 25% du nombre de ses visiteurs par rapport à l'année précédente, soit un record mondial de 10,2 millions de visiteurs. Le plus grand nombre de visiteurs au monde. Le Louvre a été inauguré en 1793 au Musée national du premier arrondissement de Paris. Il est l'un des plus grands musées du monde et a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que Paris rive de la Seine, ce qui inclut les bords de la Seine, l'île de la Cité, la cathédrale Notre-Dame de Paris, etc. La surface totale d'exposition est de 600 000 mètres carrés. Le nombre de collections de plus de 380 000 et l'exposition permanente d'œuvres d'art compte plus de 35 000 œuvres. Avec un nombre annuel moyen de visiteurs d'environ 8 millions, il s'agit du musée le plus visité
du monde et continue d'attirer non seulement les artistes, mais également de nombreux touristes du monde entier. De nombreux objets d'art de renommée mondiale. Le Louvre comprend de nombreuses œuvres mondialement connues, à commencer par Mona Lisa, en français la Joconde, Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace. Le premier musée de l'histoire a dépassé 10 millions de visiteurs. Jeudi 3, le directeur du musée du Louvre, Jean-Luc Martinez, a déclaré aux médias locaux « En 2018, le musée du Louvre est le premier musée de l'histoire à accueillir 10 millions de visiteurs annuels. Le nombre de visiteurs en 2018 a atteint environ 10,2 millions, soit 25% de plus que les 8,1 millions en 2017, enregistrant ainsi le plus grand nombre de visiteurs jamais enregistré. Le record le plus élevé jamais enregistré à ce jour était de 9,7 millions de personnes, établi en 2012. Ce record a donc été battu avec une marge considérable. En outre, en 2017, au top 3 des musées en fonction de leur nombre de visiteurs, la première place revenait au musée du Louvre avec 8,1 millions de visiteurs. La deuxième place était pour le musée national de Chine avec 8 millions de visiteurs. Et la troisième place revenait au Metropolitan Museum of Art de New York, plus connu sous le nom de The Met, comptant 7,3 millions de visiteurs. Ce top 3 regroupe les plus prestigieux musées du monde. Les visiteurs reflètent les époques. Le nombre de visiteurs a chuté de 30% à cause d'un terrorisme fréquent. Selon le directeur Martinez, en raison d'attaques terroristes répétées, le nombre de visiteurs ces dernières années a été inférieur d'environ 30% à la moyenne. Cependant, les efforts faits pour attirer les touristes internationaux, ainsi que les travaux entrepris depuis 2 ans, ont permis de récupérer un grand nombre de visiteurs. Une grande proportion de visiteurs chinois. Environ 75% du nombre total de visiteurs sont des touristes étrangers. Les Américains sont en tête avec 1,5 million de visiteurs et
Les Chinois sont en deuxième position avec près d'un million de visiteurs. Il y a cinq ans, les touristes chinois n'entraient même pas dans le top 5 du classement. Mais leur nombre a rapidement augmenté ces dernières années. Un nombre élevé d'étudiants. Les Français représentent environ 2,5 millions d'entrées. Et parmi eux, 22%, soit 565 000 personnes, sont des étudiants. Monsieur Martinez a déclaré, les visites scolaires ayant été limitées après les attentats, il est possible que le retour de ce public explique la hausse du nombre de visiteurs. Les gilets jaunes n'ont pas eu d'incidence. Selon le directeur Martinez, le mouvement des gilets jaunes, organisé tous les week-ends, est sans incidence sur le nombre de visiteurs du Louvre, mis à part sa fermeture du samedi 8 décembre. Le musée du Louvre, qui continue d'attirer les foules, sera sûrement encore rempli de visiteurs cette année. Pour finir, je vous laisse ici le lien vers le site officiel du musée du Louvre. セバスチャン先生、ありがとうございました。年間来場者数が1000万人を超えるとは驚きの数字ですね。訪れる人を魅了してやまないルーブル美術館。今年も世界中から多くの来場者で賑わうことでしょう。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランス語に興味を持った、フランス語を勉強したいと思われた方は、オンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセをご検討ください。アンサンブルでは、経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが、1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ教科、発音教科、そして会話教科という3種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方はぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同、心よりお待ちしています。この番組は毎週週末から週始めをめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信しています。週の初めはフランス365でフランスの最新ニュースを、週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみください。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。
アンサンブルアンフランセ、お問い合わせ宛にお名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。